違うこと。夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。こんな時にあのアイオーンがピノコニーに目を向けるとは。これは開拓の伝承が共鳴を引き起こしたのでしょうか。それとも皆さんの私としてはアイオーンもピノコニーの未来が誰の手に渡るのか知りたかったんだと思うわ。だからこそ亡くなったアイオーンの代わりに見届けに来たんじゃないかしら。ならばピノコニーの夢の主を、そしてオーク家107336名の同胞代皆さんを正式にピノコニー大劇場で開催される調和セレモニーにご招待しましょう。もちろん皆さんが行く性格、ピノコニー、さらには銀河全体の未来に関わることですからね。皆さんがアキビリの道を信じているというなら、そのアイオーンの勇気と覚悟を。乞うご期待。対処法を考えよう。やチームワークを試す時だ。アドリブで敵ターゲットを確認。時間です。はっ、ね、よく見せてくれ。スタンバイ、ドリームカムトゥルー、イッツショータイム。まだ立ち上がりますか。やっ、はっ、この程度か。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。飲め。運動素養の多さが復元しました。生命はビスト。さあ存分に味わえ。獣王が直を報ずる。魔王抽選。ペースを合わせるぞ。アドリブで。よし。
つまり調和セレモニーで勝敗を決めようってこと？多分そういうことだと思う。何それ、ずっと悪党が何かしないか警戒してたのに、最後には公平を期すためとか言っちゃって。サンデーさんは自分の理想を固く信じていて、彼には強い信念と支配欲が感じられる。だからこそ次の勝負では。うん、その通りだね。うちらは壊滅の…いずれにしても請求でし、みんなバトンを…でもそれは秩序にとっても同じことだよ。彼らの計画は夢に入りたいという渇望、深い眠りにつきたいという怠惰、一つの世界の意志を利用してアイオーンを誕生させる。君たち？どういう意味？ホタルが言いたいのはもう一つの戦…出発前に運命の奴隷が教えてくれたの。この旅で私は忘れられない収穫を得るだろう。だってその中の一行に、私は夢の地で死を3回経験するって。3回？きっと鍵括弧がつい。1回目は死に等しい苦痛で、私の体は眠りの翼人に貫かれ、そこから全ての物語が始まる。脚本は必ず現実になるけど、たった今私は2回目の死の意味が理解できたから、それを行動に移そうとしてるの。うまくいけば君たちにとっても大きな助けになると。この勝利を勝ち取らないとピノコニーに未来はない。それにこうすればまだ訪れてない3回目の最後の死が最悪の形で現れることはないはずだから。最悪の形、それって本当の死。ピノコニーの全ての人々が秩序の美しい夢の中に永遠に沈むことね。それは絶対に避けなきゃいけない未来だよ。ホタル、覚悟はできてるの？もちろん、できてなかったらここには来てない。改めてお礼を言わせて。請求列車を出す。さようなら、みんなの開拓の旅が。焦土を夢に見た。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは朝日と共にほころび、ささやく。ホタルよ、生きるために死ぬのだと。現実でまた会えることを願って。今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下官邸が奴らにとって変わり、それがお前の次の目的地、夢の地、ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈っている。3回の死のこと銀狼から聞いた。残念ながら俺の脚本にそれはなかった。私は生き延びたいとは思うけど、死ぬことを恐れてるわけじゃないから。人はいずれ死ぬ、それは私も例外じゃない。死は脚本みたいなもので、私たちはちゃんと自分の骨を埋める場所を選ばないと。お前が生きるの、ジンだってそうでしょ。君が望む終わりは決して他人に定義されるものじゃない。今死ねば私はただの兵器でしかない。まだ私には遠すぎる概念かもしれないけど、みんな同じなんじゃないかな。私の墓石には、前はクラモスの敵、今は性格ハンターって刻まれてるけど、ホタルの名前と彼
女が人生の最後に見せた輝きが記されることになる。驚いたぜ、じいさん。